埼玉県立よりい城北高等学校は、埼玉県大里郡より町桜沢に所在する公立の高等学校。2008年4月に開校した、例埼玉県の県立高等学校再編計画に基づき、埼玉県立よりい高等学校と埼玉県立川本高等学校が統合され、従来のより高校の地を引き継ぐ形で開設された。 2019年度募集から定員は200名。まちゃんのロケ地として使用された。例目指す学校像を一人一人が個性輝く元気な学校、総合学科の特色を活かした教育を展開し、知、徳、体のバランスの取れた生徒を育成する。としている。例総合学科実習棟を設置しており、多様な教室で多彩な学びに取り組むことができる。また、 すべての教室に冷房を完備しており、快適な学習環境を提供している。教室棟、管理棟、総合学科実習棟のほか、体育館、閣議場、弓道場、野球場一面、サッカー場一面、陸上トラック、ハンドボールコート一面、テニスコート三面、プール、物質棟、合宿所、使用館などがある。例全学年で少人数学級編成を実施し、 きめ細やかな指導を行っている。例1.2年次の使用強化、国語、数学、英語において、少人数習熟度別授業を展開し、わかる授業を実施している。例下、下表に、朝学習の時間を設定して、安定した学習習慣の確立基礎学力の定着を図っている。例1年次全員を対象としたインターンシップや、産業社会と人間の授業を通して、 早期に職業意識の向上を図っている。例インターンシップや小中高連携事業、地元行事への参加などを通じて、地域社会への貢献意識を高め、身だしなみや挨拶、時間遵守など、日常の基本的な生活態度を身につける指導を行っている。例安心、安全な学校づくりのため、生命や人権を尊重する指導の充実を図っている。遠足、 体育祭、球技大会、上北祭、修学旅行、マラソン大会、芸術鑑賞会、山奏会などが行われる。特に体育祭や上北祭など、生徒会役員を中心に、生徒全員が一丸となって、積極的に取り組み、大いに盛り上がる。埼玉県立より高等学校の部活動が、引き継がれる形となった。現在活動中の部活動は、以下の通り、 運動部、文化部ともに、日々の活動に切磋琢磨し、それぞれ良い成果を上げている。2017年度は、弓道部が東日本大会出場、剣道部が関東大会ベスト16となった。美術部は、油絵作品が県展で入賞し、2017年度から3年連続で、全国展覧会への出品が決定した。その他、男女ともほとんどの部活動が、 県大会へ出場し活躍している県立高等学校の中期再編整備計画平成20年度の募集時点平成20年度生徒募集要項参照この項目はウィキプロジェクト学校の高等学校テンプレートを使用していますありがとうございます